マミモメもさやかです。イースセルセタの樹海をやっていきます。月の仮面が完成した後の各所マラソンですね。今回はセルセタじゃなかったセルレイですね。昔のままではいられない、そんな状況が来るなんて今まで思いもしなかったが、外の人間との付き合い方も含めいよいよ本腰を入れて考えないとなと門番さんがおっしゃっております。わかった。ほい。大河の霧が晴れて以降、事件という事件は起きてはいないが油断はできないね。特にロマンの存在が気がかりだ。できれば関わり合いにはなりたくないのだけれど、今全然自分の言葉で言っちゃったなうん、3日間来るのみだけで生活か。やれなくはなさそうだけど、それって何か意味があるのかな。意味なんて考えちゃダメダメよレナル。だってそもそも意味なんてないんだもの資源の地にロム、それにコモドか。大きくなったら漁師じゃなく外の世界を見て回るのもいいかもな。冒険家か。シリウちゃん一生懸命だよな。女の子なのに鍛冶屋だなんて、そんな男勝りな君が大好きだ話しかけたりしないのかな。うん、シリウのやつ仕事を多く回すようになってからどうにも鈍っていけねえや。俺もやつに習って渾身の一作を使ってみっか。釜の前にも3年、へへ格言だぜシリウちゃん見てると元気になるよね。やっぱ見てて元気になる子はいいよな。この子にキスしたら人間になるなんてこと起こるはずはないよね。私ったら一体何を考えてるのかしら。確かにそんな話あったね。ファエルにキスをして王子様が元に戻るみたいな。グリデルダというものは我々に害を持ってはいない。そしてできれば樹海をそのままにしておきたいと思っているか。また近々コモドに出向いてアサト殿と相談せねばな。ねっ、この後どうなるんだろうね、セルセタの樹海。最近いろんなことが起こりすぎ、少し混乱。でも弱音ばかり吐けない。だから踏ん張るああいう話し言葉で実況してみたいな。さてと、今日も頑張らなくっちゃ。いや、お疲れ様ですだね。もうちょっとでね、終わるから。多分。大河の流れが緩やかになって漁の効率は良くなった。だが正直張り合いがなくなったのも事実だな。これからもね、ナパームなんだっけ使うの、スパーだ、使うのかな。リルチェも一度資源の地に行ってみたいのでしゅ。なんだか面白そうなのでしゅ。みんな好奇心旺盛だね。最近どうにもみんなロムンの話題で持ちきりね。まあ無理もない話だけどね。前も言ったけど、私ならどうするかなって考えちゃうよね。ロムンの人たちが侵略目的で村を襲撃するというのは確かにあるかもしれないけど、そうならない可能性だってあるはずよね。相手がどんな人たちでも話せば理解し合えると思うんだけど、違うのかな。それにしてもピッカードってどうしてこんなに可愛らしいのかしら。これも生存本能のなせる技ああ、家族さんがいないとつまらないな。ほんと一体どこに行っちゃったんだろうね。ああ、確かに移動してんのかな。じゃあ集会所に行ってワキワキタイムねえ、くすぐり天国に行きたいへへ、じゃあ行ってみよう。ワキワキ、いい顔してたね。ああ面白かった。またくすぐらせてね。ロムン軍がいろいろと騒がしいようだが、巻き込まれるのはまっぴらごめんだぜ。さっさと樹海の外に引き返してくれればいいんだが、もしロムンの連中に集落を襲われたらどうなるか。まあ普通に考えれば多勢に無勢、逃げるしかないだろうな。この先どうなっていくのか、それは誰にもわからない。だがどんな進路を取るのか、それを選択するのは間違いなく私らだ。たとえそれがどんな結果になろうとも後悔だけはしたくないものだね。このベルタさんが言ってること、私がその大事にしてる気持ちにすごい似てる。2個ありますね。リルチェが綺麗なお花が欲しいのでしょうか。あと伝説の武器、俺と一緒に伝説を蘇らせないか。最強武器来ましたね。まずはシリウちゃん行くか。綺麗な花が欲しいとな。リルチェ、掲示板を見させてもらったんだが。あ、オズマ兄ちゃん。オジュマ兄ちゃん。リルチェね、実はお花飾りを作りたいのでしゅ。うん、花飾りか。なるほど。それで何がどれだけ必要なんだい？そうでしょね。マールの花がいいんじゃない？綺麗なお花ら何でもいいのでしゅ。何でもいいから3つ欲しいのでしゅ。なるほど。よし、わかった。準備をするから待っていてくれるかい？うん、よろしくなのでしゅ。これは物によって違うんかな。一緒っぽいね。個人的にはマールの花推しなんだよね。なんかね、あ、これ。これいいもんね。あ、待って、渡した花に対応した花飾りを入手するって書いてあるわ。攻略サイトを見たら、この花4種類3つずつ全部渡すっていう選択肢があるみたいだから、1周でこれ埋まるっぽい。花を3つ渡す。お花を持ってきてくれたんでしゅね。で、どれをもらえるんでしゅか？これで私はマールを真っ先に選んだんだね。で、上記4種の花を3つ渡すを選びます。わあ、こんなにいっぱいすごいのでしゅ。感謝大感謝なのでしゅ。ではシャシャリ姉ちゃんのどこへ行くのでしゅ。え？シャシャリ姉さんって誰？ああ、でなぜみんな勢ぞろいなんだ？え、何か問題でもあった？いや別にそういうわけではないが。あ、セサリーさんね。うん、なるほど。なんとなくだけど人間関係が見えてきたかな。あ、そういう感じなの。あ、そういう感じなんだ。おめでとう。何がなんでそんな楽しそうなんだね。楽しいよね。急に楽しい。さてと、シャシャリ姉さん、リルチェ、お花飾りの作り方を教えてほしいのでしゅ。あ、うん、もちろんいいわよ。それじゃあ一緒に作りながら教えてあげるわね。私もなんだっけな、なんかで作ったことあるな。やった、完成なのでしゅ。よかったわね。じゃあはい、これはシェシャリー姉ちゃんがオジュマ兄ちゃんに渡しゅんでしゅ。なんだと。このお花飾りはシェシャリー姉ちゃんからオズマ兄ちゃんへのプレゼントなのでしゅ。だからシェシャリー姉ちゃんが渡すのでしゅ。逆じゃないんだね。リルチェ、どういうことなの？シェシャリー姉ちゃんは何も分かってないのでしゅ。リルチェの目的はみんなを笑顔にすることなのでしゅ。特にシェシャリー姉ちゃんには最近なんだか笑顔が少なくなったのでしゅ。だから大好きなオズマ兄ちゃんにプレゼントなのでしゅ。そしたらきっとシェシャリー姉ちゃんは笑顔になるのでしゅ。大好きってちょっとリルチェ。いいじゃない。ここは素直にその子の提案に乗っておきましょうよ。ニヤニヤすぎるんだけど。要は奥手なセサリーさんの背中をリルチェさんが押してくれているわけですね。おい管理理か、んなこと声に出して言うことかよ。ああ、なるほど、そういうことだったのね。お前もお前でどんだけ疎いんだ。あー、恥ずかしい。オズマはどういう気持ちでそのシェサリーさんにだってここのお世話頼んだんだろうね。どうしてこんなことになったんだ。セサリー、とりあえずその花飾りをもらえるかい？ふわー。え、あ、うん。オズマはセサリーから4つの花飾りを受け取った。セサリー、君にはいつも面倒と心配ばかりかけてすまないと思っている。だがあと少しで僕がここへ戻ってくる。だからどうかそれまでよろしく頼む。オズマ。うん、わかった。それと最後までどうかくれぐれも気をつけてね。あ、わかってる。なんだかいい雰囲気ね不覚にも少し感動してしまいました。感動なんかな、ニヤニヤだけど。うん、なんとか綺麗にまとまってよかったぜ。そうね、オズマくんもやるじゃないやるじゃない。終わったか。いや、私も笑顔になりましたね。ありがとうございます。セサリー姉ちゃんに笑顔が戻ってよかったのです。セサリー姉ちゃんが笑顔だとリルちゃんもとっても嬉しいのです。天使。私たらいつの間にかリルちゃんに気を使わせてたんですね。でもありがたいです。ちょっと恥ずかしくはありましたけど。ふふそっか、そんなに大事な花飾りだったんだ。まるで記憶はなかったけど。あー、毒巻き凍結呪詛。呪詛すごー。へえ、綺麗だね、花飾りね。マールの花飾りはやっぱこうなんかイース12からやってたらね、なんか親近感があるというかね。いや、大妻専用かなこれはねありがとうございました。さあ紫龍ちゃん、話は聞かせてもらったよ。よう、オズマに赤毛の旦那、俺と一緒に伝説をよみがえ帰らせてくれんだな紫龍、さすがに話が見えないから順を追って話してくれるか。は確かにそうだよな。いやな、実はだいぶ前に家族さんからとある古文書をもらったことがあるんだが、そこにははるか昔の王国とやらで生み出された強力な武器の作り方が記されてあってな。強力な武器。すげえだろ、ロマンだろ。実際どれほどかはわからないが、図面を見た俺の直感はかなりのもんだと告げている。やたらと特殊な加工法を使ってあって、読解して実験するのも一苦労だったんだがな。実験というと今までの武器のテストは。確かに。さすがオズマだな。ああ、全てはその古の武器を蘇らせるための準備だったってわけだ。でここからが本題なんだが、これが大昔の貴重な武器ってだけあって、肝心の素材がこれまたとんでもなく珍しい品物らしくってな。何でも太陽石とかいうほのかに熱を放ち続ける不思議な鉱石らしいんだが。太陽石か。それで僕たちに調達を依頼したいというわけだな。ああ、よければ頼めるか。もちろん作った武器はそのまま提供するぜ。そうだな、確約はできないがそれでもいいのな。ああ、それで十分だ。それじゃまあよろしく頼んだぜ。ということで今2つ持ってるんですね。太陽石の調達どうかよろしく頼んだぜ。そんじゃな。はい、渡す。紫龍、これを。太陽石を渡した。おお、この輝き、どうやら間違いなさそうだな。ちなみに鉱石1個で作れるのはせいぜい1人分の武器ってところか。ってことで誰の武器を作ってほしい？あんたたちの獲物ならどれだって作ってやれるぜ。アドル、どうする？今はアドルとカーナ持ってるんですよ。で1周に3個武器が作れるんですけど、私はこの2周分で5個までしか作れないんですね。でアイテム1全部埋めるっていうトロフィーがあるので、私は今3周目が確約されてるんですけどまあとりあえずデュレン作ってもらおうかな。よし、来た。ちょっと待っててくれよな。トントン。できた。これぞ古よりよみがえりし伝説の剣具、ゴーケンバルドルだ。ほらほら、早速手に取って感触を確かめてくれ。おお、こいつは最高に具合のいい武器だな。だろ、めっちゃ活かしてるぜ。そんじゃま、そのまま持って行ってやってくれ。あ、すまんな。あ、なんかちょっと嬉しそうで嬉しい私が。やった、かっこいいね。しかし、あ、名前のことああ、紫龍にしちゃネーミングがまともだな。その言い草、まるでいつもは変って言ってるようなもんだろう。まあとにかくこれは実は俺のオリジナルとかじゃなくって、あくまで過去に存在した品の再現だ。ってことで勝手に解明なんかできねえよ。あ、そういうこと？お、なかなかどうして大した心意気じゃねえか。ね、リスペクト。えへ、そんなの。職人なら当たり前だっての。と、そういえば師匠。さっき俺が武器を作っている横で別の作業をしていたみたいだが、一体何をしてたんだ？あ、防具かな。ん？ああ、実はこいつを作ってたんだ。ほれ、ついでに持ってきな。やった。こいつを、どうやら太陽石が少しばかり余っていたみたいなんでな。防具の方がなんかこう使いそうだけどね。紫龍の古文書とやらを拝借して、その範囲で作れそうなやつをちょいとお試しで作ってみたんだ。いろいろ混じった合金製だが、そんじょそこらのもんとは違う最高の品になっているはずだぜ。あ、なるほどね。純正じゃないんだね。この親父、いつの間にそんな仕事を。へ、てめえがやたらと面白そうなことをしてやがるからついつい手が動いちまってな。てかまだまだてめえだけにいい格好はさせられねえからな。どうだ紫龍、この仕事はまだ今のお前には真似できまい。この負けず嫌いめ。いい師弟関係だね。まあまた太陽石を手に入れたらここへ持ってくるといい。そん時はもう一回この俺様が最高の防具を作ってやるぜ。なんで師匠がまとめてんだよ。この仕事の主役はあくまで俺なんだからな。まずまずだな。この防具って。また太陽石が手に入ったらに行ってくれよ。そん時はまた土を震わせてもらうからな。変わるかな。へへ、俺もまだまだ紫龍のやつに負けるわけにはいかねってな。てやねえ、バーローだってな。バーローだっての。防具は確か全部持ってるんだよね。で、女の子と男の子が分かれてて、あ、そっか。ジュリンの作ったから男性用の装備もらったんかっていうことだよね、多分。なるほど。で、リュレンが今もうバルバルを装備してるんだけど、21上がったのか。こっからまあちょっと強化した身はありますね。で、男性用装備をしておこう。いいね。で、もう一個作りたいんですけど、オズマが、まあ、4番目に入ってきて、オズマ作ってみたいところはあるんですけど、あ、作成済みって出るんだ。あのね、金策がちょっと管理理科を使ってて、そう、管理理科先にしようかな。うん、了解だ。それから師匠が作る防具だな。どうやらこいつは男性用と女性用で分かれるらしくてな。どっちを作ってもらう？女性用かな。よし、分かった。そんじゃちょっと待っててくれ。さあ、できたぜ。どうぞ持ってってくれ。神髄ガイア。ビクトリア。そんじゃな。はい、ありがとうございます。間違えた。管理理科。プラス21。で、ももちゃんの薬なんだけど、もう一回できるっぽい。ふふふ、また2度目はないって思った。ところがどっこい、ももちゃんのくすぐりを極めたから、これからは何度でも OK だよ。あ、そうなんだね。え、くすぐってほしい？じゃあマックスにしたい時はももちゃんに会いに来ればいいんだ。欲しいな。えへへ、ラジャー。ほい。あはは、相変わらず敏感だね。ああ、面白かった。またくすぐらせてね。はい、くすぐられたがり手に入れました。ありがとうございました。おちわきわき。なんで本音を隠すかな。いいね。断られた時に本音を隠すかな。家族さんは古戦場いなくなってるね。それではハイランドのマラソンをします。それにしてもここから見る景色は本当に雄大だな。ここにいつまでいるかはわからないが、それだけに目を焼き付けておかないとな。いいね。人間は知識ばかりで、他のどんな生き物よりもバカ。ねえアルノ、あなたもそう思うわよね。にゃーん。ほい。あ、ここ後にしよう。さて、奥の方に行きまして。エルディール様、本当にご無事でいらっしゃるのかしら。町長は何か事実を隠しているみたいに思えるけど、勘のいい人はわかるよね。煮え切らない回答みたいなね。私もちょっと嘘をつくのは苦手だし。このセルセタをはじめエウロペ地方には未知の生物たちがそれこそ膨大に存在する。そしてそれを研究するといっても、調べれば調べるほどわからないことはむしろ次々と増えていく。だからこそ楽しいんだろうな。私はそう強く思うよ。アドル君もその手帳にね、魔物図鑑と称して記してるし、好きな方ではあるんかな。冒険のためなんかな。人の歴史は闘争の歴史。人が人である以上、争いそのものが消えることはないでしょう。でもいつかきっと武器を必要としない時代がやってくる。私はそう信じてるわ。ロムン帝国の歴史はすなわち侵略の歴史だ。もしアルタゴに渡った技術がハイランドからもたらされたらなんて知られれば、彼らとの付き合い方は本当に難しい問題だよ。何のゲームとかでもそうだけどさ、帝国って軍事国家で侵略国家でもあるよね。何なんだろうね。それにしてもエルディール様は本当にどうされたんだろうね。たとえご病気だとしても何かしらお言葉があっても良さそうなものだけど、どのぐらい時間経ってるんだろうね。さすがに何ヶ月も経つと不安だよね。もしもロマンがここを抑えようという気でも起こそうものなら、店のものは全て処分してやるのです。ハイランドの英知はすなわち人類の英知なのです。なるほどね。覚悟はできてるんだ。エルディール様のご病気にロムン軍、悩みの種は尽きやせんの。しかしガゾックのやつは無事なのか。今のわしにはやつが一番の心配事じゃな。どこにいいんだろうね今ガゾックさん。放浪すぎて見当もつかない。最近挨拶をしてくれる住民が増えてきたんだ。みんないろいろと不安を抱えているらしく、表情は暗めだが、それでも声をかけてもらえること自体は純粋に嬉しいぜ。確かにね。おはようとかね。それにしてもエルディール様のお言葉じゃない、お体が心配だね。万が一にもこの先さらに悪化なんてことにならなきゃいいんだが。心配。エルディール様のご病気ってまだ治らないんだね。早く元気になってほしいな。優しいね。よいしょ。村長さんち、村長じゃない、町長。こんにちは。さすがにそろそろ皆もエルディール様の状況に気づきつつあるようだ。いずれは説明せねばならんが、だがまだその時ではない。とりあえず俺はお前たちの活躍に期待しながらここで動向を見守らせてもらう。どうかエルディール様とリーザのことをよろしく頼んだぞ。そう、エルディール様だけじゃなくってリーザも顔を見せないっていう不安もあるよね。このところエルディール様の近況が伝わってこないのですが、不安ばかりが募ります。町長に伺いを立ててもはぐらされるばかりですが、そろそろ真実を知りたいですね。そういえばレオ団長たちは今頃どうしてるんだろうな。仮面兵団に遅れを取っていなければいいんだが、確かに今どこだろうね。さあ、癒しの3人。ユエル、気持ちは固まった？さあ、今日こそはっきりしてもらおうよ。それはピコン。そうだ、これからは2人と日替わりで遊ぶっていうのはどうかな。例えば今日はエイミーと遊んだら明日はジラと。ジトー、ごめんなさい。言えるったらまたごまかした。でも私絶対諦めないの。はあ、言えるって本当に優柔不断。そうね。そうでも子供の頃からこの人がいいっていうのもなかなかね。だってどっちかなんて選べないよ。大変だな。エルディール様、どうか我々にお導きを。ロムン軍がやってきて以降、エルディール様のお言葉が途絶えている状態なんだが、エルディール様は本当にご無事でいらっしゃるのか。長女はもう少しすれば全て話すと言っているが、悪い想像ばかりが働くよ。エルディール様のことは未だにご病気ということで事実を伏せているのですが、そろそろ隠し通すのも限界が近づいてきたのかもしれません。町長のおっしゃる通り、もうしばらくは様子を伺いたいところですが、はい、ということで一周しましたので、掲示板を見に集会所に行きたいと思います。よいしょ。その前に回ろう。ロムーン本国がこの町の存在に気づいたらか。とりあえず争い事だけはごめんだわ。ロムーン本国とグリゼルダ総督か。どうやら総督殿はこの町の存在を隠そうとしてくれているようだが、果たしてどうなるものか。ロムーンが資源の地の開拓に乗り出せば、もはやここにはいられないだろうな。だがもし本当にそうなったら、俺たちはどうすればいいんだ。俺も兵士の前に一個の人間だ。同じ場所にずっといれば愛着も湧く。この先軍が何をするにしても平和的に解決してほしいもんだよな。町の先行きを不安がある住民が日に日に増しているようだな。無理もない話だが、今後どうなるかは正直俺たちにもわからないんだよな。この町どうなっちゃうのかな。もしかして私たち町から追い出されちゃうのかな。不安だね。はい、冥界より呼び声。冥界からの呼び声って何ですか。コーデリアさん、掲示板を拝見したんですが、カンリリカちゃんに赤毛の旅人、あなたたちその幽霊を信じる。私は信じないな。私は基本的にそういう類の話を信用はしませんが、一体墓地で何かあったんですか。ええ、最初は気のせいかと思ったんだけど、耳を澄ますとかすかに声のようなものが聞こえる場所があったの。それがどうやら地面の底の方から聞こえてくるみたいで、うなり声のような、叫び声のような、うめき声のような、とてもじゃないけどこの世のものとは思えない。そう、あれはきっと冥界からの呼び声に違いないわ。ねえアルノ、あなたもそう思うわよね。確かめてくるか。うん、なるほど、そうですか。え、この世のものとは思えないというものが一体どういう感じを指すのかは分かりませんが、それっておそらく獣か何かの声なんじゃないですか。いやでもあの声は。それに地面の底といえば、アドルさんもご存知のあの場所で間違いないでしょうね。遺跡かな。地下遺跡だ。ご明察です。というより分からない方がおかしいくらいですけど、しまったな、下選べばよかったな。それよりコーデリアさん、あなたもいい加減にしてください。そもそも地下遺跡の存在はハイランドの人間なら誰だって知っている情報ですし、要するに私たちをからかいたかったんですよね。まあそれはそうだけど、もう少しくらい乗ってくれてもいいのに。ですがまあこれは獣の討伐ということですね。声が聞こえるということは獣が地上に近づいているという証拠。見過ごすわけにはいかないそうです。それではアドルさん、サクッといってサクッとやっつけちゃいましょう。はは、よろしくね。カンリリカちゃん、年齢の割に冷静すぎ。ねえアルノ、あんたもそう思うわよね。にゃーん、なんか集会が開かれておりますね。声の主たくさんいるから聞こえたのかな。みんな気づけ。ボス気づかない。俺の話を聞かんかな。お前ら皆の者かかれ。今だ。もうちょっと。そんなのがある。いや強かった。ここでそんなにポーション飲むとはって感じだった。そういえばなんかアドルくんのお墓撤去したってここだったっけ。この辺だったよね。ここだっけ。とにかくなくなってますね。倒してきたよ。それでカンリリカちゃん、結局獣はいた。そうですね、獣というよりも魔物の類ですが、集団で徒党を組んでいて何やら不穏な印象も受けました。なるほど。もしかしたら結界がなくなったのをいいことにハイランドへの進行を考えていたとか。まあそんなのありえないか。いや、ありえそう。何その反応、それっぽい印象を受けたってこと？いやまあ気のせいだと思いますが。そうよね。まあとにかくあなたたちには面倒をかけたわね。最初にからかっちゃったお詫びも含めてどうこれを受け取って。おう、大金。ちゃんとこんなものね。はーい、一旦。それにしても徒党を組んでいる魔物の集団が、もしかしたら結界がなくなったのをいいことにハイランドへの進行を考えていたとか、そんなのありえないかねえ、あるの。あなたもそう思うわよね。はい、というわけでハイランドここまでです。